朝鮮通信史大英博物館像、女王四年、加の安信上京二年九月四日は、江戸時代の狩野派の絵師である。幼名は、四郎二郎、元四郎、郷和、英心、僕、新妻。加の高信の三男で、加の丹雄、加の直信の弟。狩野宗家の中橋加の家の祖。花房一長は弟子にあたる。玄那九年貴徳に陥った。 宗家当主の加の貞信には子供がいなかったため一門の重鎮にあたる加の長信と加の義信の話し合いの結果当時10歳であった安信を定心の養子として僧侶家を継ぐことが決められた伝存する作品を兄たちと比べると画祭に恵まれていたとは言えず丹優から様々な嫌がらせを受けたようである小賀美公書斎で安信の弟子 カノマサウンが記した、小雲筆記では、丹雄が安信をいじめたい話がいくつも収録されている。例えば、ある時、三兄弟が、老中から赤画を描くよう言われた際、丹雄に、兄たち妙手が描くのを見ておれと命じて、筆を取らせず、またある時安信が、浅草観音堂天井画に、天人、半領図を描いた際も、 日本の絵でこのような絵を座敷などに飾るものではないと、叱ったという。果ては、安信が宗家を継いだのは、安信が、悔いは、ぶれないようにするための丹雄の配慮といった、史実と異なる悪意が込められた話が記されている。しかし、安信と丹雄は年を経ると、互いに、画風や、意見の対立があるのを認め合っていた。そもそも、 安信は丹雄より十二歳年下というかなり年の離れた兄弟であり、上記の逸話も年の離れた手のかかる弟に対する配慮とも取れる。そうした丹雄のいじめとも取れる指導を受ける中で、安信はガギの研鑽に努めた。明暦元年不問時にいる因元隆起を訪ね、因元から法を受け、同時の障壁画を描く。丹雄ら当時の仮の葉の絵に、 因玄が大爆像が起産した作品は非常に多いが、その中でも安信には、大爆美術の影響を受けたと思われる作品がある。漢文2年には方言に除された。また、丹勇の養子であり、丹勇に実子が生まれてからはうとんじられた、かの増信や老いのうの常信に娘をとがせ、かの家の結束を固める策をとっている。遠方2年の大理造営では、 筆頭絵師にのみ描くのを許された、健常障子を描き、62歳にして、ようやく名実ともに、かのけ筆頭の地位を得た。安信は、晩年になっても、武者絵を描くためにわざわざ、山賀祖こを訪れ、武者装束や武器などの夕食古実の教えを受け、朝鮮沈没病部の制作にあたっても、そこを訪ねて様々な質問をしたという逸話が、残っている。 しかし、遠方6年に、息子の時信に先立たれてしまう。そのため、時信の,の子、永宿主神を後取りとし、工事を有力な弟子、正サに任せて亡くなった。母大寺は、本門寺。位牌は妻や子、衆都の蚊の長信らと合わせられている。弟子は、花房一丁や加野正サ加野宗信松江藩に仕えた蚊、蚊の久しぐ仮の精神など。また、 小賀美孔には、門人とは別に、門用という項目がある。これは、画を制御としてではなく、趣味として楽しむために学んだ門跡や、大名のことで、徳川光圀や黒田綱政甲子内新王、森川巨六ら19名が記されている。海外における、安信の考え、引いては仮の葉を代表する画論として、しばしば引用されるのが、 晩年の遠方8年に弟子の家の正雲に筆記させた画像要決である。この中で安信は優れた絵画には天才が才能に任せて描く筆画と古典の学習を重ねた末に得る学画の2種類があり、どんなに素晴らしい絵でも一代限りの成果で終わってしまう筆画よりも古典を通じて後の絵師たちに伝達可能な学画の方が勝るとしている。 ただし、安信は、筆画の良さまで否定したわけではなく、さらに、神聖の目を、筆の先に徹する、神画とも言うべき姿勢を、最も重視している。ただし、画道溶決は出版されておらず、写本で広まった形跡もなく、江戸時代の画論書でも引用されることは、ほとんどないことから、中橋かの家に秘蔵されたと見られ、他のかの家にすら影響を与えたとは考えづらいことは、 注意を要する。安信は、比較的超名で、仮の宗家の当主ということもあり、多くの作品が残っている。しかし、奮本をただ丸写ししたかのような、画家自身の個性や表現を重んじる現代では、干渉に耐えない作品も少なからずある。しかし、その中でも上質な作品を救い出してみると、 奮本に依拠しつつも丁寧で真面目な描線で、モチーフを的確に構成した、学画という自身の言葉通りの作品を残している。筆木による繊細な表現が重要な水墨画を苦手としていたらしく、夕品と呼べる作品は少ない。一方、時に、その単調な筆木が、明快さ、力強さに転化する場合もあり、これらが利点として、出やすい。 人物画に優れた作品が多い。ただし、夕品の中でも、人物の絵紋線がはみ出したり、一つの絵巻や、屏風内でも明らかな様式の不統一があるなど、細部がいい加減な点がしばしば見られ、細かい点に関わらない、安信の資質が見て取れる。安信はすでに、江戸時代から兄たちに劣るとする評価が広く見られたが、一方でそれを下手と切り捨てるのではなく、 兄二人と別の方向を目指した、努力で補ったとする好意的な解釈も見られる。例えば、クゲの子のエアヒロシは、ナ信を高く評価していたが、安信にもその力量を認めている。曰く、安信は兄には及ばないことを自覚し自分の様式を貫いているが、決して兄二人に劣っていない。安信は、下手と言われるが、出来の良い作品は素晴らしい。 これは安信が、丹勇や直信に及ばないと考え、斧が一家一分の風をかき出しして、個性を出したからで、これが安信の優れたところである。乱邦位の過ぎた玄白も、三兄弟を表した文章を残している。丹勇の縮図を見たことがあるが、その膨大な量、留め書の筆豆さ、出来栄えなどから、丹勇には才能に加え厚い志のある。 三四百年の名人だと漢字入った。直信康信は共に上手だが、直信は、才能があるため絵が風流で、例えるなら、さやじり信は、才能で劣るためみやさがなく県中のようだという。前者は、良い織物だが、染色が悪くて、下手が悪いと人前で切れたものではない。対して後者は劣った織物だが、染めや下手がうまければ、 人前でも着ることができる。安信は、県中のように下地、すなわち先天的な才能では劣っていたが、努力したため兄二人に並ぶ神手となった。安信の絵が雅ででなくともそれは、恥ではなく、学んだことが結果として現れているのが素晴らしい。今でも指揮者は安信を目標に絵を学ぶといい、医学を志す者もこうした、安信の姿勢こそ見習うべきである。 ありがとうございます。